西川誠也です。60歳の時、今から14年前に印刷業の7割は機械を捨てれば生き残るという本を書きました。今74歳ですから、時代はその頃からだいぶ変わってきてるわけです。今日お話しするのは印刷業の将来という話です。1番が2025年買い物をしなくなる、こんな本が今ベストセラーで出てるわけですけど、どういうことかっていうと、働いてる女性もしくは介護とか子育ての人たちは買い物に行く時間がないわけですね。それを D2C ダイレクトトゥコンシューマーという言葉で、あるわけですけど、例えば百貨店に買い物に行くと、百貨店にはテナント料がかかるわけですね。そこに、女性店員がいたりするわけです。そして在庫はそこに置いてあるものが中心になるわけですけど、例えば本屋さんで、自分の欲しい本を見に行ったけどそれが置いてないと、だったらアマゾンで、本を探して買えば明日着くわけですね。百貨店に行けば全ての商品があるわけではないわけです。それだったらもうネットで買ってしまうというのが、この2025年買い物をしなくなる、行かなくなるということだと思うんですね。そんな時、この D2C ダイレクトトゥコンシューマー、例えば衣服っていうのは作ったものの半分が廃棄処分なんだそうですね。メーカーで作って問屋さんに行く、それがお店に行く、そして売れ残ったものはアウトレットに行くけど、最後は廃棄処分が半分ぐらいある。SDGs についてもとても厳しい話になるわけです。今、メーカーによっては、体の採寸を登録しておけば、今日頼むとそれから洋服を作って3日後に届くような仕組みもあるわけです。今までの店舗は全店、閉鎖して、D2C で、お客様に、低価格で、好みのも提供するような時代が来てるわけです。マスメディアの時代からソーシャルメディアの時代へということで、今まではテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、いろんな広告媒体がありましたけど、今はソーシャルメディアにその位置が変わってるわけですね。ソーシャルメディアっていうのは何があるかっていうと、 Facebook だ、Instagram だ、 LINE だ、 YouTube だ、通販サイトもそうですね。そのような無料でできるソーシャルメディアがたくさん出てきています。それをいくつか複数名刺につけることによって、自分のテレビ局、オンドメディアと言いますけど、オンドメディアがそこに構築できるわけです。その時に、例えば通販サイトっていうのはどんな種類があるか、印刷会社は熟知しなきゃいけないわけですね。簡単なものだったらベース、ストアーズ、ショッピファイっていうのは私たちでも作れるわけですね。そしてアイシップアールだとかカラーミーショップ、まだ他にもたくさんありますけど、これは少しプロの手によって構築するサイトになるわけです。これを楽天だとかアマゾンに入れるのではなくて、自分とこのお店から直接やり取りをする、決済までできる、これをオンドメディアというんですね。そんな通販サイトを作ることもこれからの印刷会社の領域になってくるんだと思います。そしてホームページの時代からランディングページの時代へと書いてありますけど、今までは例えば展示会があると、先週はちょうどメッセ名古屋というのがありましたけど、オンラインで私は展示会を見に行きました。中には興味があるものがいくつかありますけど、そこで、その会社を調べてみたらホームページ行ってしまうわけですね。展示会に出てる商品はこれから提案して市場を作る商品だもんですから、ホームページに載ってないんですね。これからはホームページはないよりあった方がいいわけですけど、この商品を知りたいって言ったら、そこから動画で説明して、詳しくはランディングページに
行かなきゃいけないわけですね。そんなようなインスタグラムから動画で情報発信をする、詳しくはランディングページ行くわけですね。 Facebook 広告でも Google 広告でも広告は動画で行くんだけど、詳しくはランディングページ、そこで買い物をするとかっていう時代に来た時に、ホームページはないよりあった方がいいわけですけど、今必要なのは商品ごとのランディングページが必要だと私たちは思ってるわけですね。そんなソーシャルメディアっていうのはどんな種類があるんですか。例えば今で言う YouTube から Instagram、LINE、Facebook、Google マップ、通販サイト、アンケート調査、まあいっぱいあるわけですから、それらの全てのことが手配できる、また制作できる仲間たちを私たちはグルーピングして、常に、言われたら、お客さんから相談を受けたら、スタッフが紹介できるようなことも重要なことかと思ってます。人生100年時代、人生が100年までですけど、私は今年金生活してますけど、年金だけでは楽しむだけの人生ができないわけですね。そんな時に、20歳から40歳までまず下積みの勉強しなきゃいけないわけですね。そこで培ったことを次の40代から60代の間に、次の仕事にこう生かせる土壌を用意しなきゃいけないわけです。そして今は60歳とか65歳が定年になってますけど、65歳になってから新しいことを見つけてやろうっていうのはなかなか厳しいわけです。そんな時には20代40代で培った経験をもとに、個人でもできる仕事、そんなことも見つけなきゃいけないわけですね。副業というのは小遣い稼ぎのために生活費を買う、稼ぐために、する仕事を私たちは副業と言ってますけど、今私たちが求めなきゃいけないのは複数の仕事をやることによって、その複数の仕事が将来的には兼業になり本業になるようなスキルを身につけなきゃいけないわけですね。そんな時に一番活用事例ができるのがソーシャルメディアのアドバイザー、ソーシャルメディアの制作代行というのは、これは年齢がいくつになってもできることではないかと思っております。最後に、今印刷会社は活字で印刷した時代からオフセットという印刷機械に時代が変わったわけですね。でも今新しい印刷機を入れようと思うと1億2億かかるわけです。そんな時に20年30年前に高級な印刷機械は今でも使えるわけですけど、実はベテランしか使えないですね。今の新しい印刷機は AI を積んでて、自動検討装置だとか全てもう印刷機械がやってくれる、女性でも触れる機械になっている時に、その20年30年前の AI を積んでない印刷機では新人では触れないわけです。そんな時にデジタル印刷機、これも150万から2000万5000万1億ぐらいの機械がありますけど、私は2、300万のデジタルプリンターで十分だと思うんですね。それでできないものはオフセット専門会社に頼んだり、デジタル印刷機の高額な高速なものを持っているところに頼んだりするわけです。その時必要なのがバリアブル印刷というんですね。例えばDM の宛名はバリアブルで、今デジタル印刷機だったら宛名印字までできるわけです。その時に一人一人違った QR コードをつけるのがバリアブル QR というんですね。そうすると DM がつきました。誰が QR を開いたか開かなかったかまず分かるわけです。そしてその中で
どこを見てくれたか、例えば定期点検のお知らせがあったら定期点検のとこだけ見たのか、中古車のところを見たのか、新車のところを見たのか、新車のところを見た人はどの車種を見たかっていうのは Google アナリティクスだとか分析ツールが今ありますから、そこのところが重要なんですね。オフセットの機械をデジタル印刷機にするだけではダメなんですね。このような新しい道具を使って、お客様のニーズを汲み取ることによってお客様に還元するようなことかと思います。ぜひ、新しい時代の印刷業の在り方の勉強会を一緒にしようではありませんか。